ってたんだけどウェーってなってたんですけど、最後まで呼ばれなくて、そうね、なんとね、最終組の4番目、本当に抽選メンバーはラストのラス1まで残ってしまって、そうめっちゃ最後4組目の4番手でございますね。うん、いやー緊張してました。結局ね、どこの組も激戦に変わりないので、そうなんですよ、どこの組も激戦に変わりないから、ね、それでうんぬんうんぬん言うね、ね、あれなんですよ何も言葉出てない。そう、よくね、いやここの組激戦だとかさ、でもそんなもう一人変わ、なんかもうそのどこに入るかっていう話であって、どこもねもうね、本当にもうねすごいんですよ。緊張してた。緊張してしまいますね。そうだから私の後が池田ゆらちゃんなんですけど、どちらかというと前よりは後の方がいいからまだね、だからなんだ、緊張してました。そう、例えばそうゆらちゃんの後とかだったらもっとあれなんだけど、そう前ならまだ印象は変わらないからねうん後だとそういやマジでね、マジで緊張する、ほんとマジで緊張してましたね。でもまあどっちにしろね、全力でやりきるだけなので、そう結局ね誰と一緒だろうと、そう誰と一緒だろうと、どこの場所だろうと、順番だろうと、結局全力を出し切るのには変わりないので、それはね別になんだ、そんなに順番が大きく作用するとはウェイ思ってないですけど、マネージャーさんから LINE 来ましたね連絡の仕方ね、そう、いつも歌唱力ついてきてくださったら、マネージャーさんにね、そうやっぱ抽選、グループ抽選はとても大事ですから、そう心配してたからさ、もう一番もう第一声の LINE ね、ナオさんと別のチームになりましたっていうね、本当に一番ね心配だったの、私としては。そう、そう一番心配だったんだよね。そう、一番心配だった、やっぱそう、奈緒さんと同じ組だったら本当にどうしようと思って、だから一番心配だったんですよ、もう奈緒さんとだけは被らないでくれって。でその3組目のラストで呼ばれたのね、4人目で呼ばれたんだけど、奈緒さんがさ、いやもうここで奈緒さん呼ばれなかったら4組目で被ることになるから、いやもうなおさん来い、なおさん来い、なおさん来いっつってそれでボールでこうフルハ当たって書いたって瞬間に、よっしゃーっつって、なんかマジで
私ここ数年で一番喜んだかもしれない。本当に良かったと思って、マジで良かったと思って、いやもう本当に、いや全然あのね、その何そのこうやっぱね、一緒に なんて言ったらいいんだろう、なんかやっぱさもう知ってるからみんなさ上手いんだけどさ、やっぱその中でもなおさんの上手さって知ってるから、のなダイヤモンドで一緒にね、こう一緒に歌わせていただいて、そうやっぱ身近に知ってるから、どうしてもなおさんとなおさんとだけはってなっちゃう。そうでもそう呼ばれた瞬間でシャーッつってガチガチガッツポーズ、夜中に大声で本当に、そうでもそっからはね落ち着きましたね。うん、落ち着いて、どこで呼ばれるかなっつったら4番目かいっつって、いやね、ね、なんか結局さ、そのまあとはゆえどこもどこもかしこも全力で出さない、全力でね挑まないといけないので、なかなかどこも激戦だとは思いますが、うん、それでもなおさんとは一緒は嫌だったっていうお会いできるのはめちゃくちゃ楽しみなんだけどね、もう同じ組にはもう絶対になりたなりとうないっていう、本当にね、残り物には服があるですよ。4組目のね、4番目です私は。そうそうそう、ラス2ですね。4組目が最終なのでラス2になるんですよ。5人5人、5×4 が 5×4 ですね。5人 ×4 チームで、それぞれ、前回の予選の1位から4位が、シード、シードって言ってもあのファイナリストに行けるってわけじゃなくて、あの組の一番最後に歌うっていう、そういう確約なんだけど、それが4人いて、もう最初に組み分けられて、ゆらちゃんが最後だったのね。そうで、それでそっから残りのメンバーを1人ずつ抽選で引いていって、16人引いていって、その A チーム B チームみたいな感じで、それも順で引いて、結構均等になるようにしてくださってたのよ。でその中でね、一番最後まで呼ばれなかったからね、ちょっと残り物には服があるっていう、そういう感じで、そうだから1位から4位を同じ組にしちゃうと、それこそ本当にマジガチ激戦になっちゃうので、そうそれを ならせないために上位4人は別々にしてるっていう感じですね。うん、ね、でも結構どんな感じになるかわからないメンツが、どんな感じになるかわからないね。うん、ね、どんな結果になるか、もう今とにかくなおさんと別になれて本当に良かった、心から安堵してる今。いやまあそれで安堵しちゃダメなのよ、ダメなんだけど、でもなんかもうそこで一緒になっ、ね、一緒のチームになっちゃったら、なんかもうその時点でなんかこう心がひび割れていくような気がしてたので全然そんなことないんだけどね。やっぱね、すごいあのめちゃくちゃ分岐点なので、でもね、だからちょっとその心配が一つ落ち着いたからよかった。やっぱこうね、現実で、あ、もうそろっと歌唱力ですよって言われてる感じだからさ、メンバーからしたらさ、もう抽選やってて、
モチベが上がるんですよ。なんでかってやっぱそのあれですよね、もうなんか現実味が帯びて、現実味を帯びてくれるから、こういうこういうね、実際にもう順番が決まってね、もう残り何日、もう1ヶ月もないんだけど、すごいモチベーションも上がる。あ、間もなく頑張らなきゃって。いやでも今回は特に今筋トレをしてるので、体の軸を作ってるから、この前の予選みたいな失敗はしないようにしない、しませんしませんしませんって言っとくね。いや分かんないよ、体こわばったらよくないですけどね。そうね、あとはまあこっから歌い込んでくって感じかな。楽曲がほんとついこの間決まって、そう結構ギリギリまで悩んでしまったので、まあ両曲とも歌えるように、2曲とも歌えるように精一杯頑張ろうと思います。ゆらちゃん何歌うんだろうな、何歌うんだろうね何歌うんですかね、楽しみではありますけれど。で今日みんなが何歌うのか私も知るの結構直前だったりするから、すごい楽しみだね。あ、ちなみに曲は被らない。うん、曲はねみんな別々にあのしてくださってるので、なんか逆に被ったメンバーは選び直さなきゃいけなかったりするんだけど、うん、そう黒沢さんもね、嬉しいありがたいお言葉をいただいて、そうそうそう、そう生バンドね、そのやっぱステージで、やっぱステージはね、そのそれこそアンフィシアターはね2度ぐらい出たことがあるので、そのステージの経験で言ったら、そのアンフィシアターの経験で言ったらあるから、今回初出場のメンバーが多いですからね。そう思うとそこはまあね、同じステージに立ったことがあるっていう点だと有利かもしれないけど、かといって別に私それ以外のコンサート経験が多いわけじゃないから、ちょっとそこはね、そう、うんって感じですね。いやね、あ、まあ審査員もまだ私決まってないって言ってたな。去年はもうこの段階で決まってたんだけど、まだ決まってないって言ってましたね。まあ頑張る。衣装はまだ決めてないですね。どうしようかな、何着よう、悩む。ね、ちょっと衣装さんというかマネージャーさん方と相談しようと思いますが、まあ衣装は別にそんなみんな気にしないみんなそんな気にしないでしょ。結構私衣装は曲の印象、曲の印象を崩さないようにしたいっていうのが あるので、一昨年だと暗闇衣装、去年は愛の毛布の衣装なんですよ。一昨年はそのなんでかったらエヴァの衣装、エヴァのエヴァの制服に似てるから選んでいや別にそれだけじゃないんだけど、で去年は愛の毛布はその生まれて初めてだったからフリフリだけどちょっとドレスっぽい衣装がいいねっつって、それであれ選んだので、今年どうしようかなって悩んでますけど、
まあね、曲の話とかもね、まだまだ本番まで内緒なので、そういつもね、衣装はね曲に合わせて決めてる。でも髪型はね、私多分今回もハーフアップだと思いますね。多分今回ハーフアップじゃないかな。うん、ポニーだと一日大変だし、なんか巻きもなんかボリュームが大きかったから、なんか落ち着いた、あの生誕祭でやったハーフアップみたいになるかもしれない。ちょっと今のところそれが強いですね。髪型教えてあげるから、髪型教えてあげるから、ね、髪型は教えてあげるから、あの曲とかは楽しみにしてて、当日のね。いや、わかんない、当日に変えるかもしれん。はぁ、はぁ、ツインテールでとか言っちゃうかもしれんからね。そう、曲は結構ギリギリやばいな。だから1曲目と2曲目の間が少ないんだよね。いつもね、1曲目と2曲目、1曲目歌った後に2曲目の練習も始めてたの、2年間連続でね。撮るか分かんないけど、だからそう考えるとファイナリスト通ったと、通れると、通れる、通るぞっていう意気込みだとして、1曲目と2曲目の間が少ないんだね。まあそんなゆらちゃんも一緒だからね。うん、そんなんね、そんなん別にっていう。2曲目歌えたら万々歳ですよね。あとはもう練習あるのみですから。2曲目だから、その歌の先生がよく言うんだけどさ、結局心配不安なのって練習が足りないからだからって。だから練習いっぱいすれば不安はないから、練習するんだよっていう、練習するんよって。そうそう、なんか今回でも私すごい残り物感が多いから、残り物というか、残り物っていうか、なんかラスト、終わり後ろの方を選ばれがちだからね、どうなるんでしょうか。まあ何にもおごらず全力で務めさせていただこうと思います。エンタメ枠でもいいよ別に、私エンタメ枠でね、あのてか普通に番組はね盛り上げたくて、番組を盛り上げられるなら本当に何でも嬉しいね。どうなんだろう、まあただでさえあれか、審査員特別枠選んでいただいてる時点でだいぶエンタメのなんていうの、そのみんなに多分楽しんではいただけてると思うので、もういもうね、全然もう好きにね、もう普通にもうね、コマとして使っていただいて。ね。盛り上げのコマやるから、全然。いや、別にこれガチですね。本当にその、あれなんです。全然もう盛り上げるの、本当に、盛り上げたい。気持ち的には次回があってほしいし、うん。ちなみに今ね、一般発売やってるので、チケットのぜひぜひ悩んでたけど行けるようになったよとかね、そういう方ぜひお待ちしてます。会場広いですからね。うん、だし結構みんな来れるらしいからね。いやー、とにかくとりあえず今日を終えられてよかった。うん、今日、うん、よかった。また明日もね、歌のレッスン入れてるので、
頑張ろうと思います。気合い入れ直して。まあね、とはいえね、実はその今月はちゃんと予定が詰まってまして、具体的に言うと25日にクリスマス公演があって、22日はシングルのリリースがあるし、27日はサラの卒業公演で、29日は RBBB さん出ますからね。意外とね、ちょっと2週間ぐらいちょっとこれ休めないんじゃね説があるからね。新春公演もあるし、グループおしゃべり会もあるし、周年公演もありますからね。やばいですね。とてもやばいですね。とても。あれ、にも抽選終わってる？あ、ごめん、もう終わってたわ。ごめん、終わってました。一般枠の抽選チケット販売、ごめん、終わってました。今日の昼で終わってました。大変申し訳ございませんでした。あ、歌唱順が公式で発表されてるよ。あとでツイッターもしておきますので。ギフトありがとうございます。頑張ってきますね。ありがとう。そう、オンラインおしゃべり会がね、そう、オンラインおしゃべり会、オンラインおしゃべり会がね、また受付始まったんですよ。またちょっと画像作ろうと思います。なかなか画像作れてなかったので、画像を作って投稿しようと思いますね。皆さんの、あのこの前のね、ミニイベントとかもあったので、あのあまり無理はせず、でもなんかそうね、な、直接お礼とかもできたら嬉しいなとも思うので、ね、もし興味がある方はぜひぜひ、いつもね、あんまおしゃべり会行かないよっていう方も、普段も行くよって方もぜひご検討よろしくお願いいたします。そっか、1月の最終申し込みか。完売ね、目指せたらいいですけど、いいですもんね。もうそのもちろんあれですから、今頑張りどころっていう話はこのおしゃべり会もそうなので、ぜひぜひ。コスプレね、ちょっと待ってね。1月15日は完売してます、ありがとうございます。1月17日はイメージコスプレ、雪のなんか雪っぽい感じのコスプレです。23日歌う日、29日パジャマですね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。29日は最終申し込みじゃないのか。あれ、間違ってる。合ってるかな。なんか、イメージコスプレは雪の、なんて言ったらいいんだろう、雪の妖精さんみたいな感じ、イメージ的にはそういうのを作ろうと思ってます。まだちょっと服買ってないんだけど、イメージはそんな感じです。23日は歌う日なので、なんかね、待って、雪降ってんの今。なんかね、新潟長岡っていうか新潟県めっちゃ雪降ってるらしいけど、ちょっとね、私もね、お風呂に入ったんですよ。8時までにお風呂入ったの。素晴らしい、もう寝れる。あ、寝れるわ、やば、早寝すぎるね、ちょっと。ちょっと早寝すぎるか。さっきめちゃくちゃ雨降ってたもんね。で、雪、
いやちょっと早寝すぎるな。そんな早寝で、まあね、早起きは三文の徳って言いますから、早起きはね、あれですから、早寝が大事ですからね。もう外の様子わからん今日はね、お昼までは外に出てて、もうね、その今日は朝起きて運動しに行って、ご飯食べて帰ってきて、お部屋を片付けして、お風呂に入って、 Now もう完璧。夕飯も食べて、3食食べて、えらい、とってもえらいです。すごく生活リズムが良い。そう、めちゃくちゃ家綺麗になった。そう、どうしても掃除溜まってたからね、頑張ったんですよ。頑張りました。しゃっしゃっちょっとあれ動画撮りたかったな、私のガッツポーズ動画撮っとけばよかった。しゃっつって、あ、本当にうるさかったもんな。そう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 、今もうペットボトルもないですよ。今1個ここに2リットル、さっき飲み干したやつと、これ今飲んでるやつがあるんですけど、もうこれ以外ない、今ペットボトルが家に。はあ、素晴らしい、神かな甘い、自分で自己肯定感を高めるための言葉たち、えらい。さあ、これを私はいつまで持たせることができるでしょうか。水飲もう。そう、お風呂もだから入浴したんですよ。そう、お風呂使ったの。明日まで、私一日に 何リットル分の水を飲むと思ってんの。いやちゃんとね、ちょっとキープできるように頑張りたいと思います。何日保てるかは分からんすけどね。あ、そう、顎のせ、あおちゃんの顎のせの手は火のの手です。これポンコツな君が好きだの青のやつは火のの手です。はははは、羨ましいだろう。あのカウントダウンみたいなやつやってるんだけどさ、そう、あのあおちゃんのこうやってポンコツな君が好きだってやってるじゃないですか、あれ火のの手。そう、だから青が言ってたから言おうと思って、ね、そう、ツイッターに載せてあるやつですね。かわいいよね。え、ヒノの手で後ろにカメラ構えて青が走ってくるっていう、めちゃくちゃシュール。普通にスタッフさんがこうやって撮ってて、私が手こうやって載せてコミング急にさ、なんかさ、あの、すいません、手が綺麗な人いますかって、すいません、なんかその時にね、タイミングでね、手が綺麗な人いますかっつって、ええ、それで、あ、日野でいいやっつって連れてかれた。え、なになになにっつって、そしたらなんかそのやってほしい、これやってみたいな。日のでいいやみたいな感じだったよ、確か。私って手綺麗じゃないけどね。でもそう、羨ましいでしょ、あおちゃんのあの、私もなんかツイートしとこう怒られるかな、嫉妬される、なんで。なんで、まあ、メンバーであることに安堵してる方の方が多いかもしれんな、むしろな。よいしょよいしょ、ゆびたんありがとうございます。
まあね、そんな感じでメンバーですよ。メンバーならではですよね。ありがとうございます。ということでね、おしゃべり会とかもあったりとかするので、ぜひぜひ。あとあれなんですよ、そう、生写真の受付が今日まで出たんだよね。でなんか今回のだけなのかな、いつもないんだけど、今回売り切れっていう概念があったらしくて、ソールドアウト、完売、品切れっていう概念があって、生写真に。だから私いつも通り前日に告知しようと思ってたのね。もうほんとね、怠惰ですね本当に。前日にみんな忘れてないですかっていうつもりでオフショットと共に載せようと思ったら、なんかそのいつも通りリンク開いたら、ソールドアウト、なんかソールドアウトのメンバー多くねと思って、なんか今回なぜかわかんないけど在庫があったらしくて、本当に申し訳ない、ごめんなさい。オフショットはいっぱい載せますね、載せます。そうだからみんなに告知することができなくて、欲しかった方買えなかったって方もいらっしゃるかもしれない。でもしかしたら劇場で買えるかな、なんかアナザーショットとともに、わかんないけど、まあいつか買えるかもっていうこともあって、オフショットね、モノトーン生写真とあとマリンピアか、どっちもちょっと探して載せようと思います。ねえ、なんでね、なんで在庫あったんだろうねそう、なんでだろうね、年末だからとかかな、そんなこと関係あるかな。でもね、あそこまで完売出てるんだったら今後もっと余裕は出ると思うよ。だってね、完売しててね、何のねメリットもないですからね生写真に関してはね、いっぱい在庫あった方がね、いろんな方に届けられるから。だから別に多分今回限りじゃない、それ今後もあるんだったらそもそも在庫が増えると思う。そうそうそう、まあだからね、申し訳ない、私も全然知らなかったので、うん、ね、生写真、オフショットは載せます。いつも通り墨括弧で作ってね、墨括弧12月の生写真丸2っつってモノトーンコーデ、そうそうそう、マジで気づかんかったな、ありがとうございます。まあ実際ね、下の方に書いてあったんだよ、在庫が今回ある、なんか在庫があるので、その予約受付期間中でもそのなくなる可能性、受付終了する可能性がありますみたいな、実際ちゃんと注意書きは書いてあったからね、それ読んでなかった失念ではあるんだけれどね、はい、おっしゃった載せますので、ということでね、本日は歌唱力決定戦の歌唱順が決まりましたので、みんなとそのワクワクソワソワを共有させていただきました。よし、じゃあアナクリ歌って本日も終わろう。よし、寒いですからね、みんなあったかい格好してくださいね。めちゃくちゃ雪降ってるしちょうどいいですね。よいしょ。あ、明日米フェスだったっけ、明日か、明日だよね確か。よいしょ、ね、それもぜひ楽しんでください。イエイ、おい、おいし、ということで、確かに寒い、確かにね。よし、じゃあ本日最後聞いてください。ほ
声出るかな。これみんなカイリちゃんのモノマネっていうの。ちゃうで、ちゃう、ちゃうで。発声練習ですからね。どんなプレゼントよりあなたの両手に抱かれたかった。このことの胸におでこをつけたままずっと粉雪が二人を包んで街の日曇り始めても離れたくないよこの場所から。永遠より寿命を長く世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日を思い出すわ。メリークリスマス And I love you。 何も話さなくても流れる時間が愛を伝える。こんな意味ある夜に一緒にいられるだけで粉雪はまだまだ止まずに二人に降り積もるけど、このままでいいよ。どんなものよりあなたは温かい毛布。世界のどこかでささやく恋人たちの約束はきっと今日から始まるので、 Merry Christmas and I love you。 世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日を思い出すわ。メリークリスマス And I love you。 世界のどこかでささやく恋人たちの約束はきっと今日から始まるのね。 Merry Christmas and I love you。 Merry Christmas and I love you。ありがとうございました。あなたとクリスマスイブでした。ありがとうございます。ギフトもありがとう。雪がね降ってましたね。ありがとうございます。皆さんね、先日でも、雪めちゃくちゃ、新潟
まあ、新潟だけじゃないらしい、なんか結構いろんなところで雪降ってるらしいので、あったかい格好してね、あったかい飲み物飲んで寝てくださいね。はい、ありがとうございました。ということでね、三村ひのでございました。はい、今日も一日、あー待って、壇上読みます。13位こたつ猫さん、12位突破球さん、11位ゆきりん55さん、10位しんいちさん、9位いちたさん、8位とおるさん、7位とうごさん、6位エルトさん、5位すずひとさん、4位よしさん、3位ひよりがたさん、2位ひろしさん、1位ちくりんさん、ありがとうございました。ということでね、ギフト、コメント、カウント、その他もろもろお星様とかありがとうございます。はい、ちゃんと皆さんあったかくして寝てね。三村ひのでございました。はい、それでは皆さん、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。それでは皆さん、また明日。